人間と妖怪が住む桜の町、桜新町。奇怪な事件が起こる町を守るのは、スーヘコ、ネコ耳、メガネコ。3人の美少女と手をつなぐ1人の少年。新番組、夜桜カルテット花の歌、10月よりスタート。決してハーレムアニメではございません。ウィスキーデラック大丈夫。